こんにちは、ストッカー塾の久保です。まあ、最近ね、40代50代をちょっとね、厳しい指摘とか、まあ私の個人的な考えではなくてね、20代の女性からいただいた指摘をまとめたのが私の発信なんでね、その辺差し引いて考えていただきたいんですけども、まあ厳しい40代50代の男性の意見をね、放送させてもらいましたけども、じゃあ今日はね、ちょっとサービスタイムです。すごくね、これ美味しいネタですね。どんな武勇伝ね、どうしても自分のことが喋りたい時に、どんな武勇伝だったら聞いた人にものすごくね、受けるのか、そして印象に残って好感度も上がるのか、これがありますんで、ちょっと使っていただきたいかなと思います。今日はそうですね、一つ二つ紹介したいと思うんですけどね、受ける武勇伝ですね。例えばこういう風に入っていきます。いや、俺もね、昔ちょっとね、無茶しててね、やんちゃしててさ、今は全然見えないでしょ。え、嘘、見えない、見えないよね。今こんなだけどさ、俺も丸くなったわけよ。この辺までは大体一緒です。その後です。いや、でもそういう風にね、突っ張って無茶やった俺だけど、なんか近所で、なんかその時、高校の時住んでた町のね、近所でなんか露出狂がね、よく出て、女の子がすごくね、怖がってるっていう話聞いたわけよ。で、俺グレてたけども、そういうのって許せねえなみたいな正義感があって、露出狂が出るっていうね、曲がり角でずっと待ち伏せしてたんだよね。そしたらそれっぽい、夏なのにコートをこうやってるやつが出てきてさ、あ、これあいつ間違いねえなと思って、そいつをちょっと詰め寄っていってね、でボッコボコにして、で北海道に連れてったので、北海道に連れてったらやっぱりね、寒いじゃん、だからこうやったコートが開けなくなっちゃってっていうね、まあそういう話なんだよね。で、成敗完了みたいなね、やったんだよねっていうね、話ですね。まあこれはね、まあなんていうんですかね、オリエンタルラジオっていうお笑いのコンビがやっていたネタなんですけども、ツッコミでそれオリラジじゃんって入ったら、もう、あ、好感度上がったなと思っていただければいいです。じゃなくって、あ、そうなのって寒い印象になったらね、これちゃんと言い訳ができるんですよっていうネタをオリラジがやってたんだけども、やっぱ面白くないよねっていうふうに言うんですよ。どっちに転んでも自分には傷がつかないし、好感度も上がるしって感じですよね。まあなかなか使えるんじゃないかなと思うんですよ。要するに今回のトークのポイントってのは、オリエンタルラジオのこのネタを知ってる人にはきちんとね、受けるってことなんですよ。で、このネタを知らない人の中で受ける人はいいんですけども、受けなかった人に対してはちゃんとオリラジのせいにできるっていう回避策があってね。で、これは一つの例なんですけども、このように受けなかった場合、なんか自分もそうだよねと同調して、なんかそっからね、言い逃れができる形をちゃんと取っておくのがポイントなんですよ。でも自分の体験としてもろに話しちゃったらそれができないじゃないですか。だから、こういったね、仕込んでおくってことが大事です。要するにネタを最初に仕入れておいて、緻密に計算してどっちに転んでも大丈夫なように、それこそ話してる間のみんなの表情を見て、オチのところでね、北海道に行ってねってところでインパクトが弱いかなと思ったら、南極に連れて行ってさみたいな、明らかに嘘やろみたいなのを挟んで、あ、この人は自分の過去を誇ってるんじゃなくて、場を盛り上げようとしてるんだなってことを分かってもらうってことですよね。で、しかもこれオリラジのネタやんっていうふうに突っ込んでくれたら、あ、完了、好感度上がったなって確認もできると。で、最終的に受けなかったら、これオリラジのネタでさっていうふうにオリラジのせいにもできるっていうね。あの芸人こんなつまんないネタなんだけども、テレビでやったら面白く見えちゃうのはなんでなのかねみたいなね、自分の感想最後に付け加えるって感じですかね。あともう一個ですね、かくれんぼっていうネタがあります。このかくれんぼってみんな幼い頃やったことがあると思うんですけども、だいたいかくれんぼってね、じゃあこの公園の中でかくれんぼしましょうとか言ってエリアを決めるじゃないですか。で、私だけかもしれませんけど、私幼い頃フリーエリアねっていうかくれんぼもあったんですよ。要するにフリーエリアっていうのは、鬼が10数えるうちに公園だけじゃなくて、もうどこに隠れてもいいって感じなの。これがすごく難しいんですよ。探す方としてはものすごく苦痛なんですよね。捜索範囲が広がるんで。その中で私がやったね、このネタとしてはね、じゃあフリーかくれんぼ始めってやった時に、俺絶対見つからないぞと思って、砂漠のど真ん中、ゴビ砂漠のど真ん中に隠れちゃったの。そしたらさすがに鬼もずっと見つけられなくって、まあ今に至るんだけどねみたいな感じですよね。そういう風にね、なんかね、これもまあ寒いんですけども、結構ね、このネタもこれも受けなかったらねっていうオリラジのネタがありましたっていう風に落とすわけなんですよね。まあこれね、だから平然と話しちゃダメですよ。もうなんか面白おかしそうな雰囲気を出しながら話して、ちょっと外してるなと思ったらね、あれ、ちょっと携帯になった、ごめんっていう感じで途中で話を途切って、もうそれ以上ね、やらないっていうのがポイントです。携帯ちょっとごめん、まあいいや、あ、ごめんごめん、変な話しちゃって途中で切れたんで、また改めて話すねって感じで、受けてないのと思ったらこうやってね、ご破算にするっていうテクニックも必要です。だからこういうのを使ってもらいたいんですよ。
その今回お話した2つのネタのそのものが受けるかどうかは別にしてですね、こういう風なネタをやって途中で受けないなと思ったら、例えば誰かのオリラジとかのね、有名人のネタなんだよっていう風にそっちにもう責任をなすりつけるか、あ、ごめん、なんか携帯乗ったみたいって感じで自分から自らね、話を切って、で、まあこの話今度また別の時にするわっていう感じで、しらけるのを最小限の被害で食い止めるっていうね、このリスクヘッジ策を持っているかっていうところなんですよ。これがセンスなんですよね。私はそういう風に思うんですけども、いかがだったでしょうか。参考になれば幸いでございます。